こんにちは、山根さん、そして松潤さん、そして動画をご覧の皆様。前回山根さんがね、応募された、このオーディションの方に私も今エントリーをしました。松潤さんもエントリーされるそうなんで、これから3人でね、無謀にもこのオーディションにチャレンジしようかと思いますけども、やっぱね、50歳を前にして、この男3人が挑戦するってのはなかなか面白くないですか？もちろん、このね、なんですかね、からかってるわけではないんですよ。でもやっぱり目の前に挑戦するべき山があるのに、自分で諦めてね、やらないっていう人生がこれからも続くのかなと思ったら、ちょっと忍びないんで、ここで一発ね、まあ、どういうことになるのか、新しい世界を覗くっていう意味でね、挑戦しようかと思います。まあ、今すぐエントリーするところをクリックすると、もう私はエントリー先ほどしたんですけども、これ入力フォームが出てくるんですよ。で、自己 PR を書くところがありますんで、まあ、そこを持ってね、応募するわけなんですが、今ね、LINE の方が届きまして、ちょっと見てみましょうか、LINE のメッセージを。こういう風になってます。久保さんはじめまして、友達追加ありがとうございます。ボーカルオーディションです。オーディションを受けていただく前に、お電話にて詳しい説明とオーディションの概要を説明しますので、お名前、本名、お住まい、電話番号等の記載も忘れずに返信お願いしますと。お電話可能な日程とお時間を教えてください。こちらからお電話させていただきます。ということなんで、ここらからね、今深夜5時17分、朝なんですけども、まあ、メッセージをね、返信させていただこうかと思います。いやー、山根さん、そして私、松潤さん、この3人組がですね、どんなことになるのか、皆さん、温かく、生温かく、見守ってください。まあ、私はともかくね、山根さんも松潤さんもとっても素敵なシンガーさんですから、まあ、応援をお願いします。では、失礼します。